皆さんこんにちは。1997年4月大阪朝日放送の生放送番組朝だ生です。旅サラダの2代目総合司会となった神田正輝さん、ファンを失望させた事情と一般人に敵意むき出しにした出来事に一同驚愕。今日は神田正輝さんのことについて紹介します。まずは神田正輝さんの経歴とプロフィールから紹介します。神田正輝は日本の俳優、タレント。1973年レストランで俳優石原裕次郎に声をかけられ意気投合し、その1週間後石原からの誘いで日活を見学。さらにその1週間後石原から冷やかしでドラマ一本に出てみないかと言われ、早くでドラマに出演し石原プロモーションに入社した。1976年日本テレビ系列大都会戦いの日々にて新聞記者、球場工事役で正式に俳優デビュー。当時は現地の長野の方言で苦労したという。翌年の第2シリーズ大都会パーティーにも刑事役で第14話よりレギュラー出演し、松田優作らと共に激しいアクションシーンも披露する。その後石原に頼まれ神田を引き受けた岡田博吉がプロデュースした青春ど真ん中、夕日が丘の総理大臣、俺たちは天使だで気弱な美男子を演じてハマり役となった。1980年日本テレビ系列太陽に吠えろ415話より第1話から小野寺明が演じた島君行刑事の後任で医学部中退の西条翔刑事役で出演し、以後1986年の最終話まで出演する代表作となる太陽に吠えろは神田の登場に合わせ、1970年代の生真面目な作りから1980年代の漫才ブームが起こり喜劇が求められる時代にマッチした笑いを重視した作りに番組カラーを転換した神田は、太陽に吠えろの寿命を大きく伸ばすことに貢献し、14年続いた番組の後半を支えた。1985年映画カリブアイのシンフォニーで共演した歌手松田聖子と結婚。当時すでに一気俳優だった神田とトップアイドルだった聖子の華やかな結婚は世紀の結婚をもじった世紀の結婚と呼ばれた。翌年聖子との間に娘さやかを設ける。1995年 NHK 東梁瀬深川人情見踊りで時代劇初主演、ヒロインは池上君子。神田にとって好きな作品、思い出の作品であるという。1997年1月結婚生活12年で松田聖子と離婚。1997年4月大阪朝日放送の生放送番組朝だ生です。旅サラダの2代目総合司会となる。長野オリンピックの前年1997年から毎年3月に自身の名を冠したスキーコンペ神田正輝カップを長野県志賀高原で開催している。参加者100人前後の大会で神田はオーガナイザーを担当しているだけでなく、技術代表としてコースの点検確認のため実際に自ら滑走している。2004年、1995年に NHK で放送された東梁瀬深川人情見踊りを自らの提案で舞台化して主演。神田にとっての初舞台でヒロインは今回も池上君子。2021年12月18日娘のさやかが舞台マイフェアレディに出演するために滞在していた北海道札幌市にて35歳で死去。12月21日には札幌市内の斎場に赴き、一連の式の後さやかの母で元妻松田聖子と並んで短い会見を行っている。12月25日は通常通り旅サラダに生出演。番組のオープニングで、僕はいつもみんなを守る立場だけど今日は守られてる雰囲気がするな、ありがとうございます、僕は元気ですよとコメントした。私神田正輝は本日いません。72歳で初めて体のメンテナンスをすることになりました。きちんとメンテナンスをしてすぐに戻ります。勝間拓仁和奈緒ちゃんよろしくね。11月18日俳優の神田正輝が MC を務める旅情報番組朝だ
生です旅サラダを欠席したこの日、番組のオープニングから神田の姿はなく、レギュラー出演する勝俣が読み上げたのが神田から託されたメッセージだった。神田をめぐっては今年に入ってから激痩せが話題となり、週を重ねるごとに SNS などで体調を心配する声が高まっていた。学生の頃からスキリの腕前はプロ級で、長野五輪のデモンストレーション滑走を行ったほどです。以前は黒髪にがっしりとした安心感漂う風貌でしたが、現在は白髪も多く、頬がこけて肩幅も小さくなりました。非常に振る舞う神田さんですが、2021年12月に愛娘の神田沙也加さんを亡くしてから様子が変わったように思います。8月中旬、そんな神田を女性セブンが直撃。 SNS で広まっている10秒説に関して尋ねると、アハは何？あのね、ファスティングしてるの。1年半前からファスティング始めてね。だから病気とかそんなんじゃないからと笑顔で答えていたが、現在神田がレギュラー出演するテレビ番組朝だ生です旅サラダのみで、2021年に長年所属した石原プロが解散すると、昨年6月には個人事務所を閉鎖、今年2月には26年間アンバサダーを務めてきたスキー大会神田カップも幕を閉じている。さらに今年3月には30年間続いたサスペンスドラマ赤い霊柩車シリーズが終了。神田さんは主演の片平渚さんの婚約者を演じ続け、事件解決を手助けする役どころでした。片平さんは50歳を過ぎてからは神田さんとサザエさんみたいになろうと話して、お互いに年を取らない努力をしていたそうです。役作りのためにずっと黒髪だった神田さんは、同ドラマの終了から髪染めをしなくなり、自然体の白髪で過ごしてきました。1997年から番組の MC を続ける旅サラダには神田の強いこだわりがあるという。芸能プロ関係者が打ち明ける。番組開始当時、俳優として活躍していた神田さんが旅情報番組の MC を務めるとあって話題となりました。番組も27年目となり、神田さんは土曜の朝の放送だから仕事の話はしない、ゲストの方の人間性がうかがえるような日常の話を引き出す工夫していると話していました。彼は時代劇以外はほとんどメイクをしません。本人も旅サラダンでは、僕はシミだってなんだって気にしない、それが普通じゃないと、白髪もそうですがありのままの姿でいたいというのが彼の生き方です。ただ年齢と体調を考えると長期離脱の可能性もあるかもしれないと心配されています。神田は27年間東京から生放送の収録が行われる大阪へ通い続け、激痩せで騒がれてもありのままの姿を貫いてきた。それだけに神田の体調が心配される。俳優の神田正輝が21日 MC を務めるテレビ朝日系旅情報番組朝だ生です旅サラダに生出演した。この日は俳優の風間俊介がゲスト出演した。同番組に初登場の風間に神田は、俺風間くん見るとね、昔ドラマ一緒にやって、たまたま舘ひろしと俺とやっていたんだけど、舘も俺もセリフ覚えないから彼は完璧に覚えると振り返った。さらに、僕が黙っていてもずっとセリフを喋っているから、ああ俳優さんってすごいんだなってと笑わせると、風間は大先輩ですよと恐縮していた。神田と舘と風間は2018年12月に NHKBS プレミアムで放送されたクロスロードさん群衆の正義で共演していた。もともと神田は若い頃からスポーツマンで、陸上、水泳、バスケットボール、ダイビングの経験があり、特にスキーはプロ級の技量で、それに関連した仕事をしたこともあった。その後はゴルフにも凝って、こちらもシングルの腕前。しばらく前までは芸能人が参加するプロアマ大会の常連だった。今年の猛暑の夏も芸能人仲間と元気にカートに乗る姿がキャッチされている。もっとも芸能人のゴルフ大会で神田が優勝した姿を僕は見たことがない。ぶっちぎりで優勝してもおかしくないが、取材でそのあたりを尋ねたことがある。
成績は大したことはないけど、一緒に回っている人とデッドヒートしているのが面白いんだ。つまりどういうことかというと、プロアマの相手には会社経営者や企業役員といった人がいて、神田はその人たちに合わせる形で熱い戦いをしながら最後には勝ち、もう一度やりたいと思わせるのだという。中にはうちの会社のコンペに来てよと誘う社長も多く、ゲストプレイヤーやそのコンペパーティーの司会といった仕事を頼まれる。彼がスポンサー筋に絶大な人気なのも頷けよう。今もそんなゴルフを楽しんでいるのだろうか。まだまだ彼の健康を心配する必要はなさそうだ。神田は現在72歳、年内に73歳になる。この年齢で太っている方が健康にはむしろ心配。白髪についてもそれまで黒く染めていたものを自然体にしたという方が正しいだろう。もっと前に白くなっていたというのが普通だからだ。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。